トランシルバニアンハウンドとは、ルーマニア及びハンガリーのトランシルバニア地方原産のセントハウンドである。別名は、エルディ・コポー、ハンガリー語、アーデライ・コッポー、ハンガリアンハウンド、A、ハンガリアンハウンド。9世紀にハンガリーを侵略したマジャール人が連れてきたハウンドタイプの犬と土着の犬を交配させて誕生した犬種である。 貴族によって飼育されてきた猟犬で、足が長いものと短いものの2タイプが作り出された。足が長い方はトール、足が短い方はショートと呼ばれている。トールは狐や大型銃を狩るのに使われ、ショートはウサギなどの小型銃を狩るのに使われた。現在トランシルバニアンハウンドは、フシーにも公認犬種として登録され、ほとんどがルーマニア及び、 ハンガリーの原産地でのみ飼育されているため、なかなかドッグショーなどでも見かけることが少ない珍しい犬種である。足の短いショートと足の長いトールという二つのタイプに分かれているが、足の長さ以外は基本的に二タイプの様子に違いはない。ただし、ショートの方が体高が低く希少である。引き締まったボディでマズルは長め、足はやや細いがしっかりしていて丈夫である。 長めのタレ耳、タレオデコートは、ツヤのある、滑らかなスムースコート、毛色は、ブラックタン。体高は、ショートが45から55センチメートル、トールが55から65センチメートルで、体重は両タイプともに25キログラム前後の中型犬、大型犬。性格は、有効的で状況判断力に富む。しつけの飲み込みは早く、ペットとしても飼育が可能である。ただし、 運動量は多い。ありがとうございます。